はいさーい、はいさーい。今回ですね、なんと北中スケッチというね、映画出演することが決まりました。おめでとうございます。ちょっとね、ちょっと台本もこうね、もらってね、もう早速ね、あっとやってるんですよ。あっという間にちょっとやってるんですよね。見てください、このこれ飲み放題なんですよ。これはありがたいですね、かなりね、すごい待遇ですね、これ。ビッグですよ、ビッグ。予備茶早飲み対決が行われたのがあるんですが、出演者のらしいですね。好きに飲んでいいですよ。やっぱ俳優っていうのはね、飲むのが大切なんで、やっぱり確かにな。俺大切なんですよ。飲んでみますか。どんどん飲んでいきましょう。だってどんどん飲んでいきましょうって。俺ですから。そうですね。それはそうですね。俳優のことが命。ただセリフないですよ、今日。え？セリフないですよ。俺セリフないのと。なんだと麦茶飲まないでもらっていいですか。とりあえず心の声がね、心の声だけ叫びたい、心の叫びを。これからやるぞって感じになりますね、これ。やっぱね、俺はあれなんですよ、昔から俳優みたいな感じなんですよ。なぜかというと、演技で親を騙して学校を休むというね。ずる休みや。インフルエンザの演技とかめっちゃうまいんですよ。腹痛の演技とか。これはもう俺俳優に向いてると思うんですよ、俺。インフルエンザにも種類がなくて新型とか、それも細かすぎだろ。何型とかで俺もう書いていくから、この入り込むから、これ。今回何型来たっていう。そう俺今回自信がある、完璧に。そうなんだ。苦しみを超えることができるかもしれない、俺は。ついに来たかと。それは無理ですけど、ついに来た。とりあえずね、ちょっと現場の方を見に行きますか。はい。あそこではそうですね、やっちゃってるんですよ。もう始まっちゃってるんで。すごいですね。なんか棒みたいなの持ってますよ。なんかでっかいマイク。そうですね。マイク、でっかいマイクね。ライトのピカーっつって。ちょっと見てみます。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。なんか驚くことにこんな感じですけど、Wi-Fi あります。マジなんですけど、マジ。ネット環境完全にあるんで、ネット対戦できますから。最新型のここから。しですね。静かに。はい、なんと北中スケッチで劉選手も出るんですよ。かの有名な沖縄のスーパースターですから。アメリカは行ってないですから。沖縄で染まってると。沖縄だけ。あ、そうですね。全国でもね、人気ですから。いやいやいや、英語バージョンとかバンバンね、使っていけばいいです。英語も上手ですよ。あ、そうですか。来日の人からは英語にかかるかもしれないですね。確かに。英語喋ってるつもりですからね。めっちゃ沖縄方言じゃないですか。スパイって言われてますからね、方言使ったら。あ、昔そういうのありましたよね、昔。英語に聞こえるんですよね。昔方言使ってたらね、もう劉選手が昔にいたら、多分無期懲役ですよ。歌っていないかもしれないです。本当にね。いや、はじめまして。ああ、いや、すみません。ああ、もう光栄です。めなちんちょいびどうぞ。まさかこんなとこにいるとはね。全部方言です。沖縄の人ではあまりちょっと分かりづらい。訛りがすごいですね。ああ、僕もたまに何喋ってるか分からなくなる。自分で。ダメじゃないですか。一番ダメなやつです。自分が誰なのか分からないみたいな。今日は何役で。僕はカズオっていう役なんだけど。カズオさん。カズオさん、こっちですよね。カズオさん。カズオ。カズオ。映していいのかな。はい、多分カズオさんこっちでしょうね。別にマサオでもよかった。監督のこだわりはないと思います。カズオにこだわり。あ、セリフも結構あるんですか。セリフ？はい。俺はやびしだよ。これ字幕スーパーですよ。字幕スーパー。日本語吹き替えがそうですね。うちら口市阿部がやにそうたしが、俺山と口なとび。なるほど。一応わかるんですけど、内地の人全然わかんない。一ミリも伝わってないですよ。確かに、でも面白いと思いますよ。それ。ローカルじゃないんだよ。全国ですね。毎朝ね、字幕でちゃんと伝えるようにするんで大事です。もう字幕も入れんくても大丈夫ですよ。新聞漢文で終わる。ね、面白いですね。今日はよろしくお願いします。お願いします。ごめんなさいね。僕みたいな人にね。形で頑張りましょう。はい、頑張りましょう。毎日動画配信してる。毎日ですね。はい、そうですね。中学生の卒業式の息子ですね。中学生の卒業式のやつ。チャタンに行った時。あれ成人式ですね。成人式です。成人式。カジマヤみたいな。お祝い。では一応中学生ぐらい。あ、いいねけど。ということでした。はい。ありがとうございます。はい。よかったです。見てください。すごい声今。すごいですね。活性高いですよめっちゃほら。多分自愛です自愛。自ら口開けてるからね。ずっと自愛。脳巻き焼けてさ。脳巻きさ。針だけ投げても釣れそうだ。ドアミ持ってくればよかったなと思って。金さんいたら終わるだろこいつら。けど綺麗ですねやっぱり鯉は。ああそうですね。なんか色とろとろであっちのゴールデン鯉がいますけどあれ。そう。あれ。ほら金上がるぞ。うん。これかな。すごいな。こっちにカメもいるんですよ。カメもいる。カメもいる。寄ってきてるカメも。共同してますね。共存してますちゃんと。ニトリガメ。沖縄の魚もこんぐらい活性高かったらいつでも釣れるんですけどね。しかしここ雰囲気ですね。なんか観光スポットですか。なんか中村屋って言ってますね。じゃもうね、めっちゃもう石畳。すごいですよこれ沖縄で。サウザーのピラミッド作るんで難しいと思う。隙間もほぼないからね。そうですよ。すごいですよ。敷き詰められてる頑丈ですから。これで何十年も落ちますからこれ。これ沖縄の城とか作るのに用いてるんですよこういう作りは。頑丈ですからこう見て台風にも負けない。どんな台風が来ても崩れないです。確かに。綺麗だね本当にね。ほら下までよ。下もいいし。多分同じ石使ってますよね、多分。すごいな。すげえな、これ。こんじゃないかな。昔の人の方がすごくない。もはや、現代負けてないかなって。これでちょっと高層ビル作ってほしいですね。最近ね、もう沖縄来ても沖縄感出てないんですよ、那覇とか行っても。確かにね、唯一残ってるのここぐらいじゃないですか、ヤンバとか。今回も北中スケッチも、ここ北中っていう場所なんですよ。北中を題材にしてちゃんと北中で撮影してるリアリティがありますね。本当にあった話じゃないですかね。ああなるほど、実は元にした系ね。じゃなかったらさせん調べれよって話なんですけど、実は元にしてる可能性が高い高い。もしかしたら監督に聞きますか。監督が実体験したのを映画化してるかもしれない。その可能性は別にどうでもいいんですよ俺の中で。どうでもいいそれは。はい、2人目の犠牲者発見です。犠牲者ってなんですけど、どういった映画なんですか、北中スケッチというのは。この映画はですね、フェーム島っていう北中城のこの伝統芸能、手踊りとか棒踊りとかあるんですけど、それを題材にした映画になってまして、すごいこの人間味あふれるこのハートフルなところもありつつのすごくいい映画ですね。沖縄の伝統芸能をピックアップしてモチーフにして。なるほど、沖縄映画です。大丈夫かなこの時代に金髪いたかなっていう。ちょっといやいや、時代設定は現代。あ、そうよかったよかった。ハーフっぽいですけど、どうですか、ハーフなんですか。あ、僕は生粋の宮古の人です。宮古。すごい、これが濃くてね、もう版画かなと思ったんですよ。もう版画が歩いてると思ったら、普通の人間だったっていう。すごいこれ深い。ありがとうございます。すごい。ちなみに何の役ですか。ですね、春巡中英って青年会の会長役やってます。会長さん。琉球ともくるつこと村山靖です。似てる。似てる。芸人でもいらっしゃるトム・クルーズのモノマネしてる人。誰ですか。ちょっとなんか痛い気がする。あ、多分かもしれない。トム・クルーズのモノマネしてます。結構なんだろう、トンネルズさんの細かすぎてとかに出させてもらって。あ、じゃあその人だ。その人だ。あ、なるほど。超有名人です。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。中村さんの家だった。中村さんの家、でかいな、敷地。すごいな。大富豪だぞ、これ、沖縄でいうところ。すごいね。井戸じゃない、これ。クール。井戸だ、これ。クール。きっと来るだ、これ。井戸ですね。すごい。井戸だ。ちゃんと水も入ってる。だけど、水深浅いね。水もある。一週間以内に知らないよ、こんなの見てたら。大丈夫かな。ビデオじゃねえから、大丈夫じゃん。あ、家畜飼ってるところじゃん。あ、ほら、牛小屋。牛小屋って書かれてますね。牛小屋ですね。牛飼ってるって超金持ちだよ。牛ぬや。牛持ちっていうことはね、金持ち確定ですね。あ、馬ぬやもある。馬持ち？まさかの。馬持ちです。牛持ち、馬持ち。ランボルギーニですよ、今でいうとこの。ところジョージだよ、沖縄のところジョージの。二台持ちだもん、二台持ち。二台持ちだよ。高級車二台持ちですからね。こっちはあの大雨でね、ブルトーザーで床がぬかるんだ時に牛高安の 4WD こっち 4WD ハマー H2 と思ってください。でこっちが馬。びっくりした。こっちは馬。やっぱ軽快に走りたいときは飛ばしたいなっていうスポーツカー、スポーツカーですね。セカンドカーみたいな感じで。でこっちは何ですか？これ何ぬやですかこれ？あ、これもうぬや。2台持ちですね。馬。やっぱり3台持ってる。3台だ合計。すごいな。ああ、すげえこれ。あ、ヒージャーもある。ヒージャー。ヤギです皆さん。うちヤギですね。ヤギ。白い宝石って言われてるんですよ沖縄では。そうじゃあこれはビッグスクーターです。ビッグスクーター。扱い。すごいなマジで。トイレとかじゃない？こっちなんですか？はあ。豚小屋まである。豚小屋。豚のや。しかも3匹な。豚のやこれ。プール。3匹がいこれ。プール。すごいですね。動画サイトですよこれ。確かにな。もう昔からできる動画サイトですよこれ。原点ですよプールの原点。しかも3つある。こうやって意味ですよあれプール。プール3つ。これねちょっと豚逃げれないこれ。余裕で逃げれると思います。でも足短くない豚って。短いね。それでも余裕で逃げれます。にもう逃げないですよ豚ってあの食べ物もあるじゃないですか。うん、あだけどうするのって。お前ら外で生きていけんのかっていう脅しを入れてるんですよ最初に。で多分逃げきれないんですよ。逃げても。仕切りあったと思うよさすがに。あなるほどね。あったと思うよ。今はないけど。これかっこいいなこれ。すごいね。3台持ってる3台。瓦赤瓦。牛馬ヤギ豚4種持つな。4種持ち。大富豪の家ですねこっちは。お金持ちですお金持ち。すごい豪邸だ豪邸。力士をかん。はしごもあるよな。木でできた。ショムニーですショムニー。ショムニー。懐かしすぎだろ。昔のショムニーですね。明治のショムニー。明治のショムニー。しかも釘一切使ってないこれ。あ、全部組み立てられてる。すごいな。これも全部釘使ってないんじゃんじゃん。そうだね、釘使って。家に釘なし。使わずにして。あ、これ釘じゃないでしょ。釘です。あ、これ釘？残念ながら釘です。あ、釘あった。現代感出ましたね一気に。一気に。一気に現代感が。全然出たもん。その時代になったからいいんですよ。昔の状態を残してるわけですね、こうやって。これはなんだろう、井戸かな。ああ、貯水じゃない。貯水タンクじゃない、これ。あ、すごい。これ、通気口ですね、これ。ダクトだ、ダクト。ダクト。お酒じゃないですか。うん、釜です、釜。あ、これ、ちょっと青森入ってるんですよ、全部。あ、いいな、こんな。あ、うわ。畳。昔の時間ある。いいですね。あ、匂いがいい。畳のいい香りしますね、ここ。ホームセンターの、なんか木のコーナーみたいな、なんか木材コーナーみたいな匂いしますね。男性にゴン置きたい。それ消してるよね、匂い。ああ、いい匂いですね。あ、すごい、ここも。ああ、昔の洋服だ。女性が着てる洋服だね、これ。そうだね。男性も着るのかな。いいんだね。すごい。すごいですね。寝室か。あ、これで寝室。畳だけで寝れますからね。気持ちいいよね。あれ、なんか動かんかったっすか今。あれ動いてました今。どれ？目が動いたような気がする。そんなバカな。目動いてたよ今。すごいですねこれ。本当に昔の家ってこんな感じなんですよね。やんばるとか行くとね、ここでシーミーとかやったり親戚お祝い事ね、楽しいんですよね。やっぱ涼しいし風通し半端ない。風通しがいい。ほぼ窓ないからねここ。ああこちらね。気持ちいいな。いいなこれ。こういった家欲しいっすね、こういう家。いいわ。昔ながらの作りってのやっぱいいですよね。ああちょっと家面白いな。ちょっと回ってみよう。何ですかあれ。すごい。何ですかこれ。何これ。おお。え。ギュッと触ったらダメかもしれない。これってあれモノボケとかに使うやつじゃないこれ。色物屋とか。色物屋でしょ完全にこれ。モノボケの時に使う。ノコギリもある。あノコギリかどうかわからないけど。なんで？すごい。あギロチンだよこれ。処刑どこでしょうかな。二人がかりで使うノコギリじゃない？これあれじゃない？洋服編んだりするやつじゃないの？ああ今でいうところミシンか。そうだね。で見てこれ魔除けシーサー。これが昔のシーサーですね。昔のシーサー怖いですね。これは魔物に見えるけど。これバーヌ剣だバーヌ剣。これどうしてもなんですけど、どうしてもですけど高倉って書かれてる剣って書きたいですよね。書きたくなるよこれいたずらで。なんでこれボブ狩りなの？バリがここ釣った方がいいだろ。これ伸びてんだけどこれ。すごいな。あれじゃない？木製ボットもあるなうちの奥には。あ本当だ。全く。これ処刑グッズじゃないこれ。よく見たら。ちょっと暗くて見えるかな。バットとかもある。処刑部屋でしょここ。要は。これも重そうだね。うん。これ鍛えるって競技だね競技。こっから靴を脱いでくださいです。靴脱がないといけないのかな。ここからです。ここのここの違い分からないと思うんですけど。確かに。ここは脱がないといけないです。ここなのか。玄関なんだ一応だ。そうなの。ここなの。ここなのかな。ここなのかな。ここ違う？ここかな。どこのことを言ってるのか。かもしれないし。いやいや念のため。ドラクエの主人公だったんだよこれ。力の種小さなコイン見て。うわすげえ巻き巻きこれ取ってここで燃やすんだろう。ああなるほど。あここでやる。でかい鍋これどんだけ豆腐作る箱だ。すげえ神様にすとひぬかんひぬかんですね。これ見てくださいね。サルガニ合戦でしか見たことないんだけど。日本昔話したのこれ。アンパンマンの釜飯どんだろこいつ。それを思い出しますよね。ここに薪置いて火つけるとチャッカマン入れる。チャッカマンでチャッカマンないでしょ。最終的には現代よ。急に現代になったよ。逆オーパーツだね。でもこれ冬いいですよ。これ温まるし部屋が。一石二鳥というかすごいね。あそっかあったまるのか部屋がここで焼くと。なるほど。これいいぞこれ。いいですねこれ。豆腐豆腐だって豆腐爆です。爆じゃないです豆腐爆ですから。さて皆さんここで問題です。問題こちら。これは何に使うでしょう。これ何でしょうか。穴が開いてますね。関係してんのかな。さあ分かった人いますか。棒がついてて。はいたけしじゃあこれですか。正解はこれはですねサトウキビを絞り出す機械ですね。ああ違います。塩作る機械とか。これねお米作るやつだったと思う確か。米だこれなんかこれ回すんだよね確か。回してギリギリギリってこれ大豆。あちょっとわかった豆腐の大豆のかな。あなんか米だったっけ。石臼っていうのだったっけこれ。石臼っていう答えわからない。何だったっけ。一応なんかこれ削っ回すんだよねこれ。あ書かれてる。豆腐や餅を作るすりつぶすやつ。ああ答えはこちらでしたね。申し訳ない。米って言っちゃった。豆腐や餅を作るときすりつぶすって。ちなみにこれ俺の家にあるんですよ。ああ、そうなの？持ってるもん。一周するんですか？おばあちゃんのかわからないけど。へえ。何に使うんですかそれ？おばあちゃんの使ってた。米って聞いた気がするけど、違いましたね。ドンペア餅を作るときにすりつぶす道具でした。米潰しも小麦粉できるんじゃないですかそのまま。いろんなもの用途あると思うんですよ。あ、なるほどね。何これ？洗い場。何あるんだろう。水亀だよ水亀。反動が水がめって書かれてますね。あ、壺の中には何もなかったっすねこれ。小さなコインあるかなと思って。封筒としましょうよ。封筒としないですか。ここまで来て。封筒と行きますか。封筒と行きましょう。ここ待って、ここを土足したことによって靴下がすごい汚れてます。これ。そうやん。あ、ほんまや。本当だ。こちら皆さん。土足玄関ここだったと思う。あ、こっからじゃなかった。そうそうそう、作った。俺たちここもう入れなくなった。ダメですよ。終了の所在。じゃ、勘違い、これちょっとね、分かりやすいところになってほしいですね。もうちょいあっちとか。脱ぐとか間違えたな。勘違いしましたね。脱ぐとか間違った結果、中に入れなくなった。フライングしちゃったっていう。まあ、そんな感じですね。中村屋でした。はい、中村屋かな。中村家かな。もう現場移動するみたいなんで、我々も行きますか。はい。はい、僕たちの役が決まりました。なんかね、男1、2、3あるらしく、で、ちょっと3人いるんですよ。で、その1、2、3どちらか、3人で決めてくださいということで。どうしようかなということでね。ちょっとね。そうですね。逃げる男1、逃げる男2、逃げる男3があるんですよね。ちょっと逃げるんですよ。はい、そうなんですよ。それをどうにかこうにかして、ちょっとね出番も近づいてるんですけど、横一周というか、ちょっとやっていこうかなと思って役を。確かに。じゃあ役何にしますか、なんか。1か2がいいのかなと思うんだけど。主人公に突然絡む男2やろうかなって。台本変わってないですよ。役も。逃げないで絡むっていうね。役を変えるんですか。うん、なんかやっぱり。主人公に突然絡んで爪痕を残す男に。そうってもう出禁になりますよ。もはやカットだよね。出演できなくなるからなくなるから、全部映画の話もパーで水の泡っていうだけど。どうする？俺はじゃあ俺1番っていう言葉好きなんで、じゃあ逃げる男1でいきます。おう、逃げる。はい、じゃあ逃げる男2でいくか。2でいいですか。じゃあ俺は3でいきましょうか。結構適当に決まったね。もうカメラすらも追えねえ、全力疾走じゃない。早すぎて追えねえっていう。どんな感じでやるんですかね。ちょっとやってよさ。逃げる男一の意味。うん。どんな感じで。まず逃げるから、何から逃げてるのまず。まず何。ちょっと決めでいいじゃん。なんて言っていいかわからないから。これ一緒にやろう。な、一緒に。いくよ。一緒にやろうな、一緒に。無理だ無理だ、やめろ、これ以上近づくんじゃない。なぜ俺を、なぜ俺を逃げなきゃいけない。これ引いてるよね。やめろ、やめてくれ何かに怯えてんの。追われてるっていうんで、ちょっとこういった感じがいいかなと思って。やっぱちょっとこれぐらい感情出した方がやっぱ映画としては盛り上がるんですよ。なるほど。オーバーに表現することがね、俳優の近道ですねこれが。本番までもう少しっていうんで待機しましょう。すんげえ見てましたね今ね。恥ずかしいです。すごい見られてましたね。役者の人にすごい見られて認められたかもしれない今ので。アクターズスクール通ってないけど飛びしたような気がする。一目を超えたね今。これでいいですね。爪痕を残しとるか。本番来ました。緊張してますよ本当に。いや、それがみんな練習してますね。そうですね。予行演習してますね。もう自分も気合十分です。我々の仕事は二足歩行ですね。二足歩行以上です。完璧な二足歩行をね達成しないといけないです。この撮影でこれだけが俺たちの仕事です。これでギャラもらっていいのかなと思って。雨が痛いと思う。ギャラは今から。今から。ギャラはもうね。スタンバイですね。スタンバイ。ポイントとしてはですね、早く歩くってことですね。とりあえず早く歩く人になりきらないといけない。距離一番近くしても触れるぐらい。お互いの距離。触っててもいいかも。触るぐらい。ここにファンがいますよ。リラックスしてください。いつも見てます。頑張ってください。大東のやつとか最高です。話聞こうね。まずは話を聞いて、そっからじゃあ、一緒にやろうぜ。すみません、忙しいんだ。もうなんでこんな気分で嫌な気持ちになるかやめてください。ああ、やだ。やらないからそう。一緒にフェールしまやろってね。いやもうちょっと。何がちょっと。勉強してるんですよ。学問に集中したくてから。お前学校行ってないだろうな。いやもう今お母が病気してるから、もう俺勉強したいんですよ。お前の母10年前家出したよな。お前お母いないから暇だろ。新しい弟がいるわけ今。弟？なんでお母がいないのに新しい弟ができるか。いや新しい弟のために僕がお母になってから勉強したいんですよ。何言ってるかや。待て。ミッションは成功です。これが自分の仕事です。セリフがないという。食えんな。食えんな。痛い。怖い。どうですか。いやいいですね。なんかもう迫力がありますねやっぱ。役者さんを生でこうやって見るの初めてなんですよ。やっぱちょっと演技力っていうのがね全然違いますね。はい、もうここからちょっとね役者の道にちょっと目覚めました。目覚めました。目指すところはハリウッドかなと思います。頑張っていきましょう。はい。いやー、まあリハーサルですよね。本番失敗しないようにね。緊張しますねやっぱり。歩くだけでもやっぱ緊張しますね。ちょっと目覚めました。はい、目が覚めました。やっぱすごいですね。このやっぱ機材もそうですけど、もうみんな真剣な眼差しで勉強になります。学んでおります。顔も青くないからね。本番の時はちょっとちょっともう壊れてる感じ。そうですね。もう捕まったら最後と思ってる。で、新たなミッション。ダメ出しくらいましたね。ダメ出し。オープニングのやつ。あれ今のが良かった。あんな感じで。もうちらちら見ながらやりましょうかね。自分なりに模索していきましょう。役を。まだ役に入りきれてないですね。まだね。逃げる男という。逃げる男。はい。役回り。頑張ります。緊張しますね。なんかテーマが逃げる男らしいですね。全員逃げる男ですね。人生から逃げてきてますからね。その時は得意なんで。ナウで逃げてます。気持ちは全力疾走で逃げようと思います。現実逃避なんですね。もうちょっとストローク。もう気持ち。はい、オッケー。はい、いただきます。話聞こうからね。英語下なんだけど、いや大丈夫。どんな文化人だった。緊張しますね。ちょっと現場は緊迫感がちょっと伝わってますね。ちょっとミスはもう許されないですからね。本番なので。一発目のカットが武志がここから覗いてる。バレてたという。ちょっとね映り込んでしまってファンになりましたけど。ちょっとあれでちょっと今傷ついてますね。これを引きずらないでね。もう逃げる役だけに。このまま OK だったら人の顔があるぞってこらえがなくて。降り取ります。歩くだけでもね、相当演技力必要ですね、これ。失敗しちゃいけないというプレッシャー跳ねのけて役を作らないというね、役者のこの大変さ。勉強になりました、本当に。素晴らしい役です。石本さん、いい経験でしたね。サクッと中村寄って、この演技力もね、動画でも使えたらなと思います。演技じゃないけどね、動画は。あれからなんと1年経ちました。あの撮影からね。いやー、どうでした、これ出てみて、この北中スケッチ。まあいい経験でしたね。もう普段できない経験ができた、とっても良かったです。ちょっとね、我々も実は出てるんですよ。はい、出てます。皆さんもよかったらね、見に来てほしいですね。はい。その公開日が11月10日土曜日、イオンタウン沖縄ライカムで、公開されます。で、僕たちもね、ちょっと遊びに行くんで。よかったら皆さん見に来てください。詳しいことは、下の概要欄にあるんで、チェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。